皆さんこんにちは、アグです。今回は新車を出すとかなんとかの情報が入ったのでお知らせします。その新車が導入されるのは特急シナノ号です。新車の形式名は385系で、現在シナノ号として運行している383系の後継車です。この車両は HC85 系とは違い展望席があります。この車両も現在運行している383系と同じく振り子装置を使う予定です。詳しい機器などは発表されていないのでわかりません。発表された385系は通勤型の315系のドアに場所を合わせるらしいので、ホームドアが東海道線のような特殊なものにならないのでコスト削減できます。2026年に試作車1編成目が落成し、中央線などでの試験を終えた後、2029年から量産が始まるらしくて8編成が投入予定です。逆を言うと現在運行中の383系は引退してしまいます。早めの記録をお勧めします。